はー。最近はめっちゃ暇でずっと YouTube を見てるけどつまらないな。それに私の動画面白くなさすぎてなんかやばいな。ネタ切れが深刻だしもうやってらんないよ。どうしよう。どうだ、コラボすればいいんだ。まあ一番はプニプニ運営とコラボがいいんでしょうけど、子供の事情でやめておきましょう。マジで誰かコラボしてくれないかな。というわけでどうも皆さん、こんにちは、ハクープニです。今回は、まさかのコラボ企画ということで、現在楽しく編集をしています。そして皆さん、コラボ相手気になりますよね。まあサムネ見ればわかるんですが、2人目はエクチです。エクチの部屋がいなくて誠に申し訳ございません。2人目はカイトの部屋です。そして3人目は、ヤマチーです。今週のスコアタにも絶賛降臨中です。4人目はキンモサです。そして5人目はプニユーです。6人目はシュウアミです。そして7人目は主催者である、アットゲームズです。で、最後がハクープニです。このような、すごい豪華なメンバーとなっております。そして皆さん、お待ちかねのコラボ内容は、スコアタ対決です。しかし、ただのスコアタ対決ではございません。50億にどれだけ近づけられるかを対決していきます。ルールはチート禁止。以上です。では私もビッグウェーブに乗りつつ、スコアタをやっていきましょう。というわけでやってきました。これから始めていきます。現在の充電は 3%。スコアタ終了まで持てばいいですね。でも、この動画があるということは、充電はなくならないってことですね。あと説明、忘れてましたが、バッテームがあるらしいです。まあ、再開なんて取らないんで、関係ありませんね。というわけで始まりました。パーティーは女の子攻めでいきます。左からコマミ、パンドラ、ハイバラーイ、アスカ、オマツです。勇ましいレルトややこしいので、やめておきます。そして、今回は安定の2フィーバーでいきたいと思います。詳しいやり方は、1フィーバーやった後計算して、2フィーバーまでなるべく近づけるというものです。私は頭があまり良くないので、計算できるかはわかりませんが、計算機君に頼めば大丈夫だと信じています。スコアボーナスの計算とかマジできるか心配です。そしてそろそろフィーバーに入りたいところですが、なかなか入れません。フィーバーに入れました。ここからが本番です。まずは少し停止してから攻撃力アップたちを放っていきます。攻撃力アップの津波もかなり良い調子です。ここからはひたすらハイバラです。タップミスなどをしないように気をつけながらやっていきます。せっかくなので早送りをせずに行きます。おっと、1フィーバー目にしては、ひどすぎる結果になりました。これは、2フィーバー目にちゃんとやらないと、バッテームを食らいます。それではとりあえず、計算へと移りましょう。あれ?皆様誠に申し訳ございませんでした。なんと私、計算したまま録画を忘れて、スコアタをしてしまいました。これは完全に私のミスです。ちょっと質問してみたいと思います。質問来てた、ハクープニが録画をし忘れたのは、ハンザ。結論、ハンザです。動画を撮り直したかったんですが、冒頭でも言ってなかった通り一発撮りなので撮り直しはできません。しかし結果、画面からは録画していたので、ここから行きたいと思います。少し突然かもしれませんが結果、画面をお見せしましょう。はい、結果はこんな感じになりました。かなり一発にしては近づけられたのではないでしょうか。結局計算機は役目を果たしませんでした。ということでスコアタが終わりました。概要欄にコラボ相手のリンクを貼っておきますので、ぜひいろいろな方のコラボ動画も見てください。ということでご視聴ありがとうございました。